はい、今日は2018年のね、7月の18日なんですけどね、今日はふみさん、こうせいさんと一緒によそのお店に視察に来ています。どうですかふみさん、こちらの金額は。金額ですか。値段的にはどうですかね。値段的には大体このぐらいなんじゃないですか。あ、別に妥当。高いカードもありますし、うん、安いカードもやっぱあります。そうですね。そうなんだ。いいあれなんですけど、あれ2400円だったんですよ。ここ2600円ですか。ポクチンちょっと高いね。そう、こっちの方が200円高い。これ税込み、あ、税込みか。税込みでそうだね。こっちの方が200円高い。確かに。で、他の、今、アゾマルとかも高いですね、こちらも。アゾマル950円なんで、向こうは1600円だったんで。新しいものは割と高めにしているってこと？で、本当に注目されてるカードとかみたいな感じですかね。こっち種類多いですね。ボルシャックのドラゴン、こっちの方が安いのかな。そうなんだ。わかんないです。ちょっと店の見てない。わかんない。こんな感じですかね。わかりました。ジョーカーズとかも、もう大体このぐらいの値段っていうのは。マーチーさん、どうですか。うちの店と比べて値付け的にはどうなんですか。あ、まあ、ちょっと持ってるところもあるかなってぐらいで、まあ、こんなものじゃないですけど。そうなんだね。だそうです。こうやってちゃんとね、よその店を視察に来て勉強しているということを。謎丸、値段全然違いますよね。あと、謎丸はね、俺がミスったからもうちょっと下げる。ああ、ここから変わるんです。あ、でも鬼丸ヘッドがこっちの方が安いです。はい、ん、鬼丸ヘッドなんか文句言ってる、文句言ってる。そうなんだ。ヘッド、うんとね、そうだね、こっちの方が高い。こっちの方が高いですよ。ビルヘルムとか高いよ。ビルヘルムはちょっとお店のやつ全部汚いんですよ。あ、いや、下げてるのね。汚いんですよね、なんかビルヘルム。確かに。気づいてるんですか。それもそう、汚い。あ、そうなんだ。まあ、みんな大事に使われてるんだよ。なぜあんな、はい、大事なカード長いこと使ってるようになりますよ。あ、でも、これって使えるんですか。ん、はい、25マナ。それですか。25マナってないのですか。ビクトリーの条件がある。使える。はい、じゃあありがとうございます。失礼します。